知らない駅からご利用でしょうか。ね、はい、山形からなんですけど。山形から。仙台経由で。いや、あのさっきあの山形の仙台線の車掌さんに、はい、あのなんだっけ、はい、浪江、はい、のとこはあのスイカ使いますか。使いますって言われましたよ。ああ、そしたら間違った案内でしたね。申し訳ございません。大変申し訳ありません。拝見いたします。はい、定期券ではないですよね。そうですね、山形入場で残額足りてるようなんです。切符を作りしてよろしいですか。いいですよ。申し訳ない。今日どちらに一応これ、はい、これの終点まで行って乗って、あと代行バス、はい、代行バスは別ですよね。あのあれはスイカ使いますよ。代行バス、代行バスはスイカは使えなくて、切符をあらかじめ買っていただいて、で見せて取っていただくような、あの現金でいいですよね。現金、うん、あ、改札付きで買うような感じになってしまうので、バスの中で現金で支払ってはちょっとできないんですよ。あ、そうなんですか。はい、列車の代行バスなので、ああ乗車券を持っていただくっていうお約束で。じゃあ、バスで作るので、あ、じゃあ、代行バスの終点だから富岡ですか。富岡、あ、もしあれだったら、その最終目的地までお作りして富岡途中下車って形でも大丈夫だと思います。いや、一応富岡で一回降りて、はい、あとタクシーでちょっと街中行くんで、あ、一回じゃあ富岡まででよろしいですか。まあ最終的には、はい、いわゆる宮城まで行きます。一応途中下車扱いもできるんですよ。じゃあ最終的に今日50人ってことですか。そう、今日中に岩木まで行きます。岩木まで行きます。まあ、実施しましょう。岩木でも作れますけど、その規模で、富岡で途中下車は問題ないです。あ、じゃあ、なんならそのバスがまず着くじゃないですか。バスが着くのはそのバスプールに着くので、その切符で、それも乗れるんですよ、ね。そのままその乗ってて、で後からまた岩手に行くことができます。だからその切符でバスも乗れるってことですね。代行バスも、代行バス、浪江から富岡までの代行バスは乗れるんです。浪江から富岡までの場合、代行バスは乗れて、その後多分、富岡からおそらく街中散策されると思うんですけど、そこはまた別にお金かかっちゃうんです。それはいいんだけど、欲しいですよ、タクシー用から。はい、代行バスは乗れます。最終的に代行バス乗って、また富岡から岩木まで行くんで、岩木までの作り、はい、わかりました。これで生産できますよ。あ、できますよ。あ、こちらから行きたいと思います。いくらかわからなかったんで、今日チャージした。あ、そうです。ちょっとわかりづらい。回ったり回らなかったり、その人の良い人の関係で
で仙台で、東北線で岩沼、岩沼から常磐線入るけれど、失礼しますね。通ってきたら行ける。3670円、スイカからお預かりします。あ、写真撮ります。あ、どうぞどうぞ。足元段差あるので注意してください。あそこに一応電池のとこに物を打ち付けて。今日中ですよね。一応4日3日なんですけど、大丈夫ですか？